愛知県豊川市です。川沿いには桜並木が広がっているんですが、強風の影響でしょうか、一本だけ大きく折れ曲がっているのが確認できます。今日午後2時ごろ、豊川市御湯町の音羽川沿いで桜の木が倒れているのを近くで働く人が見つけました。今のところ怪我人の情報はありません。豊川市には昨夜から強風注意報が出ていて、隣の豊橋市では今日午前10時45分ごろ、最大瞬間風速 18.9 メートルの強い風を観測していました。ここまでね、成長してきてこんな風になっちゃってるんだろうな、ショックでしかなかったかな、あれっていう。